阪神タイガースは期待の新生下村海将投手21歳青学大が右肘内側側腹靱体再建術通称トミー・ジョン手術を受け無事に退院したことを発表したこの手術は投手にとって重大なものであり下村選手が早期に復帰しチームの一員として活躍できるよう祈るばかりだ 下村選手は球団を通じて多くの支援者からの助言を受けて手術を決断したことを明らかにした彼は入団してから何もできずもどかしい気持ちもありますが自分の決断を尊重してくださった球団の方々への感謝を忘れず「一日でも早く復帰しチームの力になれるよう今後のリハビリに誠心誠意取り組んでいきたいと思います」とコメントした 今年の春、下村選手は2軍串川キャンプでのスタートを切ったが大学時代の疲労回復を優先しスローな調整を行ってきたブルペンでの投球練習も控えめに行い慎重に体を休めてきた経緯がある過去の事例を振り返ると20年11月には再起投手が同じ手術を受け退院から約1年3ヶ月で実戦復帰を果たしている。 島本投手も同じタイミングで手術を受け、退院から約1年6ヶ月での実戦フックとなった。これらの過程から見ても、下村選手のリハビリ期間は長くなる可能性があるが、彼の決意と努力次第で復帰への道は明けるだろう。中日でも同じドラフト1位の草加価値投手が同様の手術を受け、現在リハビリを行っている。一方で 巨人のドラフト1位である西舘勇飛投手は開幕から1軍で活躍しプロ1年目から存在感を示している選手一人一人の体質や復帰への取り組み方は異なるが努力と根気が必要不可欠であることは変わらない今後下村選手は鳴尾浜でのリハビリ生活に入る見通しでありチームやファンは彼の早い復帰を願ってやまないだろう 彼の姿勢や努力に期待し、彼が再びグラウンドで輝く日を心待ちにしたい。このビデオで下村選手の手術と今後の展望に焦点を当てつつ過去の事例や他球団の状況との比較を通じて彼の挑戦に対する期待と支持を示している読者には下村選手の決意と努力に感じ入り彼の復帰を心待ちにする気持ちを共有させることを意図している。